吉行淳之介4月13日から1994年7月26日は日本の小説家。父は吉行英介、母は美容師吉行あぐり。女優吉行和子と。作家吉行理恵は妹。岡山県生まれ。東京大学英文化中退。週で芥川賞受賞。第3の新人の一人で砂の上の植物群。 暗室など、性を媒介として、人間を探求した作品で、高い評価を受けた。また、自身の少年期に財を取った小説でも知られる。エッセイや対談も多い。他方で、分断的活動も活発で、多くの文学賞の選考委員を務めた。芸術院会員。岡山県岡山市に、父、吉幸英介、母、アグリの長男として生まれる。同じ町内には、 内田百がいた。二歳の時に両親が上京、東京麹町に育つ。不立一中と、武蔵高等学校尋常科と不立、高等学校尋常科の受験に失敗し、麻布中学に進学。1940年に、父、英介が急死した。しかし自身はその頃長チフスにかかり入院していたため、死を知らされたのは退院後であった。 翌1941年に、旧正静岡高校分兵に進むが、2年進級時に、心臓学家という形病で1年休学。この頃より、文学に関心を持つようになる。1944年、徴兵検査を受け講師合格。20歳で、召集されるが、9月1日の入園直後に、機関支全息と診断され即日帰郷。翌年も徴兵検査を受け、 再び講習合格となったが、招集前に終戦を迎えている。1945年4月、東京帝国大学に入学。5月25日の空襲で、焼け出され自宅を失った。大学の授業にはあまり出席せず、新対応者で、編集のアルバイトをしていた。社長の勧めで学業を放棄し、1947年に新対応者へ入社。モダン日本。 アンサーズなどの雑誌の編集に携わった。この時アルバイト編集者に渋沢達彦がいた。モダン日本時代に小島紗らと交流、赤川道夫とし、鈴木義次、富永一郎らを抜擢し、新人漫画家の発掘の天才と言われた。倒産寸前の会社で多忙を極めつつ、世代、新市長などの同人雑誌に、年一作のペースで作品を発表。 同人雑誌を通して、安岡翔太郎、近藤慶太郎、阿川博之、三浦守門、島尾俊夫らと知り合った。1952年、現職の町が、芥川賞候補になり、その後も谷間、ある脱出が候補に上る。谷間発表後、空洞が肺に見つかり、結核と診断され、会社を休職、翌53年の春に退社した。退社後は、 千葉県佐原市の病院に夏まで療養し、11月に清瀬病院に入院。その間は、整形のために、ABC 放送のラジオ原稿を書いていた。清瀬病院で療養中の1954年に、週で第31回、芥川賞を受賞。収入の手段が他にないので、受賞を機に、作家生活に入った。当時、同世代の作家である、 遠藤周作、安岡翔太郎、三浦守門、近藤慶太郎らと共に、第三の新人と呼ばれた。1979年、日本芸術院賞を受賞し、1981年、日本芸術院会員となる。晩年は、数々の病気を克服しながら、執筆を続けた。1994年、肝臓癌のため聖路加国際病院で死去、70歳没。 戒名は、清光院公文日順神事。母書は岡山市北区水戸金川の吉行家墓地にある。私、小説的な純文学及び芸術的傾向の作品として、砂の上の植物群、暗室、夕暮れまでなどの長編、男と女の子、炎の中、出口、廃墟の眺めなどの中編、さらに奇妙な味の短編、鞄の中身など、大衆文学の方面では、 すれすれ、ニセドンファン、ネズミ小僧、ジロ吉などがある。また、軽薄のすすめなど軽妙な随筆のファンも多い。長年にわたって、週刊誌に対談コーナーを連載し、座談の名手としても知られ、それらは、軽薄対談、恐怖対談などにまとめられている。また、ヘンリー・ミラー、愛と笑いの夜の翻訳、イハラ才覚・サイカク、公職一大男の現代語訳なども手掛けている。 阪神タイガースのファンでナンバー史上で山藤正治、上岡隆太郎と提談を行ったこともある。文学のテーマ同様にその人生は常に女性に彩られていた。若い頃に結婚した妻の吉幸文枝との間に女児が数といた。後に別居し、結婚後約10年後に知り合った女優の宮城真理子は生涯にわたり同居した事実上の伴侶となったが、妻は 中世離婚に応じなかった。その他にも愛人がおり、死去後に、大塚栄子と高山勝美が名乗り出ている。大塚が暗室の中で、吉行淳之介と私が隠れた深い穴で、高山が特別な他人で、宮城が淳之介さんのことで、そして、本妻の文江が淳之介の背中で、それぞれの体験を公表している。体操女性にモテたことで知られているが、 奥本大三郎は義行を紛れもなく女性嫌を思想の系譜に連なる作家であると指摘しており、また女性嫌を思想の持ち主というのはどうしても女に無関心でいられないのが弱点であるとも記している。奥本はまた義行に女性読者が増加していることを称して、漁師の鉄砲に小鳥が止まったような具合と形容している。フェミニストの上野千鶴子は ミソジニー傾向の強い作家として吉行以外に長い花粉を挙げており、ミソジニーの男性には女好きが多いと指摘している。友人の遠藤修作は時折随筆で、吉行ユ之ヨと書いてからかっている。作家、詩人の吉行英介は父、美容師の吉行あぐりは母、女優の吉行和子、詩人の吉行理恵は妹、聖火の土建会社、株式会社、 吉行組は、祖父の死去後、叔父が後を継いだ。淳之介自身も吉行組の無法酬羅役を、務めていた。前述の通り本妻との間に女児が一人いるが、妹、和子及および理恵には、子女がなかったため、この女児が、吉行英介、阿久里あぐり夫妻の唯一の孫となる。吉行淳之介文学館1999年、静岡県掛川市にある、 社会福祉施設ネムノキ学園の敷地内に、吉行ユ淳之介文学館が開館した。吉行が選考委員を務めた文学賞は以下の通り。吉行は基本的に自身の創作の本堂を純文学に置き、多くの文学賞で言及した選票を自ら実現、実行していた。ありがとうございます。